料理大好き男子浩紀くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦。イケメシ。今日は本田先生です。よろしくお願いします。お願いします。浩紀く豚キムチは好きですか？あもう豚キムチ大好きです。その定番の組み合わせをアレンジしたこちら。食感が楽しくボリュームも満点。しかもヘルシーな。 豆苗の豚肉巻きキムチだれ。材料です。豚ロース六枚、豆苗一袋。白菜キムチ八十グラムなど、ご覧の材料をご用意ください。はい、では、まず豆苗を切っていきましょう。はい、根元切り落とすだけです。お願いします。いはい、こちらキムチを。 白菜キムチを今日はタレにしていきたいなと思うのでちょっと細かめに大きいものとかちっちゃいもの入ってたら粗く刻んでおいてくださいはいでは豚肉で豆苗を巻いていきますきょうは6個作りたいので豆苗をなんとなく6等分にしましょうで、はい、豚肉はまな板の上に置くんですけど細い方を手前に置いて、はい ちょっとと斜めに置いいいてもらうといいかな細い豚肉だと太いやつだともうそのままくるくるっと巻いていけばいいですけど手前からちょっと斜めにしてでくるくるっと巻いていくとちょっと斜めになるでしょで、はい、全体がまえそうになったらこんな感じで最後ちょっとキュッと押さえてあげて巻き終わりを下にして耐熱皿に並べていきます、はい、まな板の上に豚肉を置いて そこに豆苗を乗せてくるくると巻いていこう手前に少し引っ張るように巻くと仕上がりが綺麗だよ巻いたら最後にぎゅっと握るこうすることで加熱したときにバラバラになりにくくなるよそうしたら塩酒ごま油で下味をつけていこうここで今日のいけめシポイント豆苗は 電子レンジを使って手軽に火を入れていきます600ワットの電子レンジでおよそ4分加熱していこう加熱している間にキムチだれ作りキムチにポン酢醤油と白すりごまを加えて混ぜ合わせようはい加熱終わりましたごどうですか開けてみてください、はい、外側から、ね、ゆっくり開けるよ蒸気が当たるとね、やけどする可能性があるので お肉がちゃんと白っぽくなっていて、豆苗が食ったりすればオッケー。はい、そしたら器に盛り付けていきましょう。はい、キムチダレをもうワンランク美味しくするために、豆苗をチンした時に出た汁を少しだけキムチダレに加えて混ぜよう。あとは盛り付けて出来上がり。とっても簡単に作れる豆苗の豚肉巻きキムチダレ。 キムチダレをたっぷりのせていただきましょういただきます豆苗初めて食べたんですけどシャキシャキしててみずみずしくてとってもおいしいですキムチダレはもうこれこれって感じでもうめっちゃ大好きです 電子レンジを使うととっても手軽ですしちょっと辛いけど苦手だなってことはマヨネーズ入れていただくともっとボリュームが出て食べ応えもアップすると思いますよとっても美味しかったです皆さんもぜひ作ってみてください